伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は荒川アンダーザブリッジザムービーのお二方に来ていただいております。林健人さん、山田孝之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当によくお二人にはご一緒しているわけですけれども、このお二人の共演っていうのも荒川アンダーザブリッジっていうのが最初になったわけですか？そうですよね。そうです、初めてですね、はい、会ったことはあったんですけど、はい、ちょっとだけ、はい、共演は初めてです。はい、でも共演が山田さんが最初星の姿っていうのもすごいですよね、林さんから見ても。いや楽しみでしたね、はい。もうやっぱり一番なんかこうインパクト、まあキャラクターもそうなんですけど、みんながこう集まった時にこう河川敷にこう一人ずつガーって歩いてきたんですけど、一番こうなんか来たなって感じがしました、星のルックスは。はい、だって黄色い人ですもんね。そうですね、目立ちますね。山田さんもあの最近はいろんな役をやってますけれども、この星っていうのが一番今までの中でも相当見た目的にはインパクトありますよね。はい、そうですね、見た目もそうですし、まあなかなかあの人以外の役をできるっていうのはないですからね、これはチャンスだと思いました。あの撮影中も結構じゃあ合間にお二人喋る時間とかはあったりしたわけですか？はい、まああの泊まりのロケ、泊まりの日も多かったので、うん、一緒にご飯を食べたり、結構一緒にいる時間は長かったですね。二人だけではなく、みんな、はい。もう撮影のこうカメラが回ってない時は星の姿で待ってるんですよね、山田さんは。もちろん、あの大体落とすのに40分かかるので、あの大変ですよ。一番最初に僕入って、あのメイク、まあ、2時間ぐらいやって、その間にどんどんみんなが入ってくるんですよ。でスタンバイ終わって出てって、で最後に俺が出てくるんですよ、うん、で撮影終わった時もあの行って、俺40分かかるけどみんなペペッと拭いて終わるんで、だからもう大体本当星の姿しか見てないから、あなんか打ち上げとかの時にこう普通にこの山田で登場したら、なんかああみたいな山田さんみたいな、いやいたしいつもってそういう感じでした。へえ、いやきっとその現場の雰囲気っていうのもみんないろんなコスチューム身にまとってるじゃないですか、はい、相当不思議な感じだったんだろうなと思うし、はい、私あのこうあの体操ですよね、ああカッパ体操、はいはいはい、あれもすごいなと思ったんですけど、はい、あの撮影の時とかってどうだったんですか？あれはみんなで一生懸命覚えて流行ればいいなって言ってたんですけど、あんまり。そんな会話あった？ありましたよ。これ絶対流行るだろっていう、ドラマもあるし、映画もあるしっていうことで。まあ、そのドラマでも、そのエンディングで使われるっていうことになって、あの、カッパ体操のみんながやってるシーン、絶対ちっちゃい子供たちとか覚えるんじゃないってなってたんですけど、あんまり見かけないですね。やってるところは。まあ、目標はアルソック体操。こす。どこが越したか分かんないけどね。でもあの体操っていうよりあのこのこうやってやるやつは同意、同じことを思ったっていうサインは、まああれ原作ないですし、そうだ、あれ監督考えて、あれはなんか結構本当に流行るんじゃねえかって監督は思ってたみたいです。けど僕は別に流行らないだろうなと思いましたでも出来上がった映画はどうでした？二人とも映画、うん、まあ、僕はもういろんな思いがこの作品詰まってるので、すごいこう落ち込んで逃げ出しそうになった時もありましたし、なのでこう映画の感想どうこうというよりはもうやっと終わったって感じでした。安心感というかほっとした感じがありました。はい、山田さんどうですか？そうですね。あの、またやっぱり、そのドラマと違う部分が結構多くて、そこの部分はあの、河川敷にいる人たちは知らないシーンばっかりだったので、単純に見て楽しめましたし、あの、あ、本当にこれは映画、ドラマを見てきた人たちも見れるようになってるし、ドラマを一切見てない人でも、あの、見れるように作ってるなと思いましたね。うん、はい。荒川アンダーザブリッジザムービー、楽しみにしていただきたいと思います。ぜひね、聞こうと思ってたことがあるんですけども、はい、お二人ともこう映画も好きじゃないですか。で、はい、それぞれのお互いが出てる出演作で、この映画のこの役はすごい良かったなっていうのを聞いてみようかなと思うんですが、林くんは、はい、山田さんの
どのようなどれが、はい、おーすごいって思ったのはありますか。まあやっぱ見るたび思いますけど、この間あの再放送で白夜行がやっててドラマですけど、あ映画かでもいいですよ白夜行ねドラマのねあのやっぱりあのその後高木くんに話お話を聞いたら、ちょうど今の僕と同じぐらいの年っていうことで、なんか今の自分とこう比べたりとかして見てたら、ああすごいなと思いました。あんまりなんかわかんないですけど、客観的にこう見た感想でここまでこう気持ちを込めてやってる人が僕の周りにいるかなとか、そういうのを考えましたね。ですって。へえ、ありがたいですね。もう今ではできないです山田さんどうですか。何ですか。林遣都さんがいろいろ出てますけれどもね、すごくこうね、悪のある役にもチャレンジしてますけど。そうですね。でも僕は風が強く吹いている。見たんですか。見た見た。 あれは面白かったです。ありがとうございます。あの遣都の良さがすごく伝わると思います。どんなところがいいと思いました。なんかああいう感じの子だです。私なんか今こうなっちゃってマラソンって思って。そうそうです。私ね、バッテリー好きですよ。ああ、ありがとうございます。でもどうでした。デビュー作とかそうやって、なんか結構そうですよね、考えてみるとこう体を使うというか。わあ、多かったですね。はい、はい、でも今全く動かしてないですもうそれで運動が嫌になっちゃったので、うん、はい。この間ボクシングあんたやってなかった、キューピーで。あれも勝つギリギリでした。カツでした。あ、そうですか。はい、山田さんどうですか。あの、はい、なんとなくこうもういろんなこう役をやっている中で、今度こういう役に興味あるんだよねっていうのはここ最近だとありますか。もうなんか面白いものを振ってくれる人がいっぱいいるので、あのもう待っときますだってやっぱその自分は書く力とかもないので、あの僕芝居をすることがあの役割というか、だやっぱそこまでそんなあの監督とか脚本家の人ほど面白いアイデア出てこないんですよ、うん、だからそれ待っとこうと思って。まあ鴨川ホルモンあたりからですよね、結構面白い役がすごい増えてた。そうですね。なんかそっからなんですかね、わかんないですけどあ、なんかこいつこういうのもやるんじゃないみたいな風に思った人がいるんじゃないですかね。うんうん、何でもやんじゃねみたいな感じも多分今正直あると思います。何でもやんねえよっていう。でも海外の監督とかもね、やりたいですもんね。まあまあ、あの機会があれば。うん、ね、はい。さて、お二人ともそういえば、あの今年もだって公開作の映画結構あるじゃないですか。今年何なんだ。あ、はい。ガールもあったりしますよね。はい、そうですね。監督の。はい。ありますね。ね、どうでしたか。女性の中に囲まれながらの吉瀬美智子さんがとても綺麗でしたねはい、ドキッとした。ギャグ、うん、大人の魅力、今までに出会った方らの中でもう相当な上位に入る上位1位とは上から言ったねお前1位とは簡単に言えないので上の、はい。あ、そうですか。え、山田さんはあれですよね、あの最近こう出てる、はい、その夜の侍で、あ、坂井雅人さんと共演、はいはい、いやもうぜひ共演あのできたらなと思ってたので、やっと共演できて楽しかったですよ、ね、でその後のぼの城とかもねありますからね。まああれ撮ったのもだいぶ前ですけどですね、はい、まあいろいろと、ね、はい、ということでね、皆さん楽しみにしてもらいたいと思いますけど、最後にじゃあせっかくなんで、あのお二人それぞれ、そうですね、あのこのアラカンダザブリッジザムービーメッセージを、はい、はい、お願いできたらと思います、はい、いいですか、はい、アラカンダザブリッジザムービー2月4日に公開です。変な格好をした人たちがいっぱい出てきますが、あの笑いだけじゃなくて、こう人と人とのつながりだったり、出会うことの大切さだったり、すごいこう大切なメッセージがいっぱい込められているので、あの本当に素敵な映画になっています。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では山田孝之さんお願いします。
はい。まあ、さっきも言っちゃったんですけど、ドラマを見た人も楽しめるし、見てない人も楽しめますし、また、全然違う、荒川の良さが出ています。もう、ここもどっかで言ったんですけど、テレビの連続のドラマが、荒川のなんかこの漫画の本編というか、で、最後の方についてるカラーページが、あっちの世界観ですね、映画は。そういうなんか綺麗な感じです。はい。荒川、アンダーザ・ブリッジ、ザ・ムービー、不法占拠者を退去させよう。ぜひ、ご覧ください。お腹ばっかなっちゃって。なんで今そこまで言うんだろうってちょっと思いましたよね。観客の方にもそれをやっぱり、はい。大捜査さんみたいな感じで。そういうサブタイトルです、はい。はい、覚えていただきたいと思います。ということで、林健人さん、山田孝之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は荒川アンダーザブリッジザムービーのお二方に来ていただいております。林健人さん、山田孝之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当によくお二人にはご一緒しているわけですけれども、このお二人の共演っていうのも荒川アンダーザブリッジっていうのが最初になったわけですか？そうですよね。そうです。初めてですね、はい、会ったことはあったんですけど、はい、ちょっとだけ共演は初めてです。はい。でも共演が山田さんが最初星の姿っていうのもすごいですよね、林さんから見ても。いや楽しみでしたね。はい。もうやっぱり一番なんかこうインパクト、まあキャラクターもそうなんですけど、みんながこう集まった時にこう河川敷にこう一人ずつガーって歩いてきたんですけど、一番こうなんか来たなって感じがしました。星のルックスは。はい。だって黄色い人ですもんね。そうですね。目立ちますね。山田さんも最近はいろんな役をやってますけれども、この星っていうのが一番今までの中でも相当見た目的にはインパクトありますよね、はい、そうですね。見た目もそうですし、まあなかなか人以外の役をできるっていうのはないですからね。これはチャンスだと思いました。撮影中も結構じゃあ合間にお二人喋る時間とかはあったりしたわけですか？はい。まあ泊まりのロケ、泊まりの日も多かったので、うん、一緒にご飯を食べたり、結構一緒にいる時間は長かったですね。二人だけではなく、みんな、はい。撮影のこうカメラが回ってないときは星の姿で回ってるんですよね、山田さんは。もちろん、だいたい落とすのに40分かかるので、大変ですよ。一番最初に僕入って、メイク、まあ、2時間ぐらいやって、その間にどんどんみんなが入ってくるんですよ。で、スタンバイ終わって、出てって。で最後に俺が出てくるんですよ、うん、で撮影終わった時も行って俺40分かかるけどみんなペペッと拭いて終わるんで、だからもう大体本当星の姿しか見てないから、なんか打ち上げとかの時にこう普通にこの山田で登場したらなんかああみたいな山田さんみたいな、いやいたしいつもってそういう感じでした。いやきっとその現場の雰囲気っていうのもみんないろんなコスチューム身にまとってるじゃないですか、はい、相当不思議な感じだったんだろうなとも思うし、はい、私こう体操ですよね。あ、カッパ体操、はい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 、あれもすごいなと思ったんですけど、はい、撮影の時とかってどうだったんですか？あれはみんなで一生懸命覚えて流行ればいいなって言ってたんですけど、あんまり。そんな会話あった？ありましたよ。これ絶対流行るだろっていうドラマもあるし、映画もあるしっていうことで。まあ、そのドラマでも、そのエンディングで使われるっていうことになって、カッパ体操のみんながやってるシーン、絶対ちっちゃい子供たちとか覚えるんじゃないってなってたんですけど、あんまり見かけないですね。やってるところは。まあ、目標はアルソック体操。こす。どこが越したかわかんないけど、ね、でも体操っていうよりこのこうやってやるやつは同意、同じことを思ったっていうサインはまああれ原作ないですし、そうだ、あれ監督考えて、あれはなんか
結構本当に流行るんじゃねえかって監督は思ってたみたいです。けど、いや僕は別に流行らないだろうなと思いました。でも出来上がった映画はどうでした？二人とも。映画、うん、まあ、僕はもういろんな思いがこの作品詰まってるので、うん、すごいこう落ち込んで逃げ出しそうになった時もありましたし、なのでこう映画の感想どうこうというよりはもうやっと終わったって感じです。安心感というかほっとした感じがありました。はい、山田さんどうですか？そうですね。あの、またやっぱり、そのドラマと違う部分が結構多くて、そこの部分は、あの、河川敷にいる人たちは知らないシーンばっかりだったので、単純に見て楽しめましたし、本当にこれは映画、ドラマを見てきた人たちも見れるようになってるし、ドラマを一切見てない人でも、見れるように作ってるなと思いましたね。うん、はい。アラカ・アンダー・ザ・ブリッジ・ザ・ムービー、楽しみにしていただきたいと思います。ぜひね、聞こうと思ってたことがあるんですけども、はい、二人ともこう映画も好きじゃないですか。で、はい、それぞれのお互いが出てる出演作で、この映画のこの役はすごい良かったなっていうのを聞いてみようかなと思うんですが、林くんは、はい、山田さんのどの映画のどれが、はい、おーすごいって思ったのはありますか？まあやっぱ見るたび思い